防酸シーの模造品防体につけた防酸シーを身につけるプロイセン王妃エリーザベト・クリスティーネ・ボーサニシーは著名な宝飾用ダイヤモンドの一つ外見はずんぐりとした西洋な仕方とも言える形状34.98カラットの大きさを誇り110面のカットが施されている元々の産地はインドのゴルコンダ山とされている16世紀後半 ダイヤモンド収集家のボーサンシーがイスタンブールで見出したことから名付けられた。後に、フランスの国王アンリ4世が購入。購入にあたってはダイヤモンドに惚れ込んだ王妃、マリー・ド・メディッシスの遺向が大きく働いたとされ、息子のルイ13世の摂政となった際には、体冠式の王冠に防ンシーを飾らせたことから、広く、一般に知られるようになった。その後、 ボーサンシーは、イギリス王室、プロイセン王室を転々としたが、20世紀後半には、公開されることもなくなり、幻のダイヤモンドと化した。2012年、サザビーズが、ンシーの競売を公表。世界各国で展示された後、同年5月15日に競売に付され904万2500スイスフランで、落札された。 34.98カラットのダイヤモンド、5月に、競売へ、落札価格は、数億円か。アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ2861690スラッシュ 8565985CTM、キャンペーンイコールフォトトピックス2012年5月16日、閲覧。 王族のダイヤ競売に。NHK ニュース、http://www3.nhk.or.jp://news/html/2012-0516//t10015153691000.html2012 年5月16日閲覧。ありがとうございます。